皆さんこんこにちはフロマスクです今回は Steam で近日発売予定のこちらのシップグレイビアードシミュレーター2に挑戦していきたいと思います。はい。ということでこちらは2023年8月16日に発売予定の台頭の通り船の墓場で 古びた船を解体していくシミュレーターゲームですね。以前デモ版も少しプレイしたんですが、今回は関係者の方にゲームを提供してもらって少しだけ早く先行プレイですね、していく形です。ご覧の通り、公式で日本語にも対応してる形なので、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。 よし。じゃあ、新規ゲームですね。やっていきましょう。おー、来ましたね。これ前のデモ版と同じような始まり方かな。あー、似てる感じですね。まあ、思い出しながらやっていきたいですね。前作だとなんか自宅とかもあって、いろいろ施設をアップグレードしながら船の解体していきましたよね。 あーお金ここでももらえる感じかチュートあでも家からだからちょっと変わってるかもチュートリアルはいあーなんかもう家ありますねコンピューターを使うはい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 あ小さな知らない船ですねこれをあ購入するのか うーん、最初の船を購入。新しい船を購入すると、プレイヤートラック倉庫の資源が全て失われます。あー、そうなんですね。まあいいや。はい。購入しましたね。指定の場所へ行く。で、自宅はもういろいろと、あんまあ、ベッドとかもある感じ。あ、ダーツがなんかある。<laughs> ダーツできんの えー。ま、これがマイハウスみたいですね。で、あ、96メーター先。車両はぱ、ま、っと見見えないけど、ないのかな。ま、徒歩で行きましょうか。すぐ近くなのあ、そこに止まってますね。いやー、いいですね。これで、はいはいはい。 ここら辺が一緒なのかな前回の電盤と。左クリックで持ち上げて、右クリックで投げると。あーそうでしたね。これを全部取って。ああ、取れてんのかなこれライトとかなかあったりしたっけあウィキが出てきたな。ああ、これで右クリックではい。<laughs> すーごいですね。腕力がかなりある感じかな <laughs>。こ <laughs> こらへんのものも全部取りつつ、20キロ分ですよね。いいですね。コントロールいいですね。あー、ハンマー来ましたね。お2番キーで叩けんのか。あ、ここを叩けばいいのはい。 これ系ハンマーか。はい。おめ金を外してる感じかな。青いコネクターを12個破壊。なるほど。これスタミナとかはどっか出てる。今んまとこ見当たらないですね。バンバン壊せんのか。これがどんどんでかい船になってくってことですよね。あ、右クリックで破壊。これで、 投げると。<laughs> <laughs> まあこれ、楽に投げられていいですね。どんどん回収できる。で、あのスクラップを売ってお金にするっていう形ですよね。はいはいはい。ここら辺も全部解体ですね。はい。はい。ここも全部、はい。 これも回収して。いやー下の方まであるな。フラッシュライトかなんか欲しいかもしれないけど。まあいいや。解体していきましょう。はい。よし。ここらへんも。OK。 いいですね。音がいいですね。<laughs> すごい音がするけど。あー、ここら辺も全部一度トラックの荷台に入れちゃうか。はい。<laughs> いいですね。あー、黄色コネクタはこれか。ノコギーですね。回転ノコギーでやると。 これも全部回収ですよねはい3番ですねあこれか黄色コネクターってあこれ違う黄色コネクターはここかなあこれかいや音がいいここら辺も全部ぶ体いたいですね 細かく分解できそうです、ね、でここらへんはハンマーでやるとで取ったやつはまた投げ込むと <laughs> <laughs> ここらへんもやってこれは回転のコギーですねバーッとやっていきましょう 今回、売るところまでというか、普通に本編ですもんね。全部できると思うんで。はい。ここら辺全部取って。んはい。<laughs> 投げて。あー、新しいクエスト来ましたね。あ、トーチで、さらに鉄骨の解体ですね。 思い出してきたいろいろと。えー、トーチを使える場所がどこだったかな<ん>あ、こういうのも取れるんだ。ここら辺だったかなあー、これー、れとここら辺壊しましょうか。これは壊せない。 これか、これ外してからかなはい多分そうですよね。ここにマーカーついてるんではい。 これで破壊できて、ああ、ありましたね。出てきた。これを、ガスバーナー、トーチかな真っ二つにする感じですよね。あー下からやったほうがいい。はい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 。あーいいですね、いいですね。これでいけるかなおーいけた 手ハンマーでおう <laughs> 崩れた崩れた <laughs> めちゃくちゃバラバラになんなこんなもん,ん高く売れそう <laughs> はーい赤いコネクターをさらに破壊ですねはいあこっち側か い、こっち側も両方壊していきましょうかわすごいんだあーこれはもうこっち側でやっちゃうかいいですね今回最初からこのツール全部持ってんのかえー、破壊してだいぶあるぞはい でも結構いっぺんにまとめられるんだな。あ、重すぎるとダメと。なるほど。まあ、でもすぐ投げ込みますからね <laughs>。これは便利ですよね。<laughs> えー、あ、ここにあんのかな鉄骨を探しましょう。あともう一箇所バーナーでやれば OK なはず。 はいあー出てきましたねはい <laughs> これは投げてバーナーですねあーこれ壊す順番とかもちゃんと考えないとちょっと大変そうですよねはい新しいクエスト よいしょか上から順番に壊した方がいいとは思うんですよねほいあ 100kg 分詰め込むまあ基本的なあれはもう OK なのかじゃあやっていきましょうか1 0 0キロ分ですねこ,こら辺も さーっとこれ壊しちゃいましょうかよしこうしてこうしてあここもあるな100キロ分って結構な量ですよねこれでいけるかな はいあでもすぐいっちゃうな100キロ分重すぎるはい <laughs> あもう90キロ分いきましたねはい <laughs> うーんあコンピューターを使う来た車はあまだ乗れないんだ まずダッシュで行きましょうか。これで契約を獲得売るのかなこっから売るのかうーん。コンピューターで契約を獲得する。あ、これか。あー、とよ、どうやら初めての船と呼べるものを手に入れたようだね。私のお気に入りを入手したようだ。ここに持ってきてくれ。そしたら歓迎としてささやかなプレゼントをあげよう。あ,あ、ラビーさん。 定合なんて読むの見えない <laughs>。鋼かなとりあえずこれやってみましょうか。あ十10ドルだけあ,あ仕分け場所まで車まで移動する。金属をあ仕分け作業もこっちでやるの行ってみましょうか。じゃあ車乗ってきましょうか。いいはい。あー音いいですね。 そして街にいろんなお店がありそう。とりあえずここがリサイクルのあれか。デモ版の時確かここで終わってましたね。なんかすごい勝手に動いてるけど。うーん、仕分け上では船から回収した部品を分別する。はあああなにこれこういうことか。ちょっと待って、もうなんか始まってたけど。この色に合わせて機械を動かすんですね。ちょっとしたミニゲームだ。 うーん。ああ。あ、仕分けをもう一回できるんだ。あ,あこの、明るくなったあれか。ああ、ミスしたやつもちゃんとできると。あ,あこれで終了ええー。F が本とかあるのあ、本いいですね。分別した金属を、 店で販売する。あ、もうここで分別されたやつを持ってるんですね、まだ。え、このまま降りればいいの。ああ、人いますね。ショップでは船から取り出されて仕分けされ、仕分けられたパーツを販売できます。これにより大きな船や道具用のアップグレードを購入できる。ああ、なるほど。 とりあえず売ってみましょうか。うーん。ああ、金属を売る。え、相当持ってますね。はい。え、相当持ってるけど。L でウィキを開く。ああ、こうですよね、ウィキ。フラッシュライトはあ、V なんだ。 はい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 ああこれでチュートリアル終了かなもうこっからは自由にやっていけるっぽいなマナマステイって言ってる <laughs> えこれバンバン値段も変わるのかなここらへんも売っちゃっていいのかそれともなんかクラフトで使うのかいろいろショップとか回りましょうか なんかもうチュートリアル終わったっぽいんで、こっから自由な感じみたいなんですよね。ここは道具屋さん。ああ、道具を強化。いいですね。あーで、おー、道具も、トーチ、5番は何これ。ラジオ。6番何これ。あ、ロープ。ああ、これで登れるようになるんだ。<laughs> なるほど。 7番はあ爆弾爆発物は電気を帯びている壁や床を破壊することもできます。あこれを持ってるんだ。で、ここで。はい。ああ、ハンマーレベルとかを上げられると4ドルとかでいけるんだ。あ今お金そこそこ持ってますからね。分かった。はい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 。 うーん、いいですね。まあ、これ、なんか1個ずつ上げてもよさそう、まあち。ちょっと他も見てみましょうか。でそこが仕分けさうんこれは何だここもなんかありますね。ワークショップ。購入した設計図を使って道具を改良することができます。あー、さっきのはまだ設計図だけなのか。 あ、ここでやっぱり資源使うわけですね。ハンマーレベル上げるために。さらにお金もかかんのこれ。あ、現金もかかるんだ。うわあ。じゃあ、ここら辺も残しとかないとダメですね。なるほど。分かってきた。爆発物とかちょっと増やしときたいですよね。まあ、これぐらいでまずはいいか。ギャンブルとかあんのか。<laughs> なんかいろいろありそうなんですけどね。ここはないあこれ、自宅か。だいたい、これぐらいの範囲ってことかな。これで、あー、出てきた、出てきた。はいはいはい。現在の船もあるけど、お金かかるけど、ここら辺の船もバンバン買っていけるってことですよね。おー、でかい船もある。 あ、すごいですね。タンカーみたいのもあるんだ。大型バラ積み船。すご。2000ドルかかりますね、これ。まずこれ買うのに。だまずはこの最初にもらったゼロドルの完全に解体しないとダメだな。この家はアップグレードできないのかな、まあ、できそうですけどね。とりあえずやっていきましょうか。 うん、まずはそこを完全解体しちゃいたいなプレイヤー用価格なご飯メーターとか特になさそうですもんねまあトラックもあるんでこれは燃料とかはいらないのかよいしょああそうか 荷台に積んでいくんで、こういう向きでやんないと、ちょっと大変ですよね。はい。いいですね、いいですね。ちょっとこの調子でバンバン解体していきましょう。な、うんか稼稼うお金を。で、道具とかアップグレードですね。あと U でなんか見れるのこれ。あ、スキャンとかできんな。あ、ウィンチとかも使えるようになるのか。 やるとしたらやっぱこの一番上の台かですよね。ここから解体していくのがいいと思うんで。まずこういう小物系を全部取っていきたいな。こういう感じ。あ、でも暗くなってきましたね。一応時間の概念があるっぽいな。なるほど。夜の作業大変そうですね。で、これも全部解体か。 うん、まあいいや、ちょっとまたこの続きは内部配信ですね。それでひたすら解体作業かな <laughs> でかい船解体したいですよね。地道に解体作業やっていきましょう。ということで今回は一度この値で終わりにしたいと思います。